よいしょー。お仕事が疲れた日のおっちゃんが買ってきそうなコンビニ食品、イエーイ。紹介していこう。海苔、食後のデザート、もちろんビール、最後にお弁当。なんかこのセットめちゃめちゃ買ってきそうじゃない？なんかわかる？わからんかな。早速準備していきます。はい、ということで早速食べていきたいと思います。せーので、さん、はい、いただきまっちょ。今日もお疲れ様。今日はおう、喉越しでいきたいと思います。せーの、乾杯。チーン。おいしい。うん、まっ。お腹すいた、食べよう。味噌汁から食べるわ。おお、まっ。あー、いいね。ちなみに今日こんな感じのご飯やったりとか、デザートも買ったけど、全部でなんと863円でした。すごくない？めっちゃ安いねんけど、1000円以内やで。え、大好きな明太子、めっちゃ嬉しい。いただきまーす。おいしい。海苔弁ってやっぱ私的すごいいいと思う。この具だくさんやばくない？うん、うん。下に焼きそばも入ってる。うまっ。あ、いいね。たまにはこういうね、コンビニ弁当でみんなゆっくりしてね。コンビニの弁当ってうまいよな。私めっちゃ好きやねんけどな。コロッケ、コロッケもタルタルソースにつけて食べる。うん、うん、最近またオートミールにハマってて、あのオートミールを水に浸してレンジでチンして、その後にサランラップにオートミールレンジでチンしたやつを入れて、真ん中に明太子を入れておにぎりを作ってんねんけど、それがめっちゃ美味しい。え、オートミールのおにぎりってあんまり美味しくなさそうみたいな思ってたけど、ほんまに美味しいし、バリヘルシーやし、めっちゃいい。なんかめっちゃもちもちしてて、しっかりなんかお米のような食感もあるから、なんかどうしてもお米が食べたい人とかのダイエットに本当にいいと思った。まあ今食べてんねんけどな。今食べてんねん、お米食べてんねんけど、自分でね料理する時とかはたまにそういうのをしたりしてる。ちょっとハマってる。あー、美味しい。最近大阪も梅雨入りして雨ばっかり、雨がたくさん降ってるから全然洗濯物干せへん。部屋干しをしています。うん、このご飯大盛りって書いてたけど全然食べれんねんけど、やばくない？まあ結構有名なシェインっていう通販サイトを見てんねんけど、なんかいろいろ買いたいなと思ってシェインで夏服を買おうと思って見てたけど、もう種類が多すぎて3日ぐらい悩んだ1日で決められへんくて、これもいいし、これもいいし、え、まだある、これもあるし、え、ってもう可愛い商品がありすぎてほんまに悩みに悩んだ。で、昨日やっと買えた。届くのが楽しみ。夏に着たい服を結構買ってんけど、めっちゃ肩とかさ出る服とか買ったけど、やばいと思って、ちゃんと痩せないとって。筋トレする、マッサージもするで。
一昨年みたいに着れなかった水着を着たい。ま、ヘイ大将、この白身魚何使ってんすか。めっちゃうまいっすね。今日はみんなどんなことあった。私は100均でお買い物をして楽しかった。そこにあんねんな、ちょっと持ってこよ。いいよいしょ、あっちー。買ったお気に入りはこちらです。じゃじゃん、これがヘアゴム、紫色のすごい可愛くて買ってしまった。紐あったら作れるやんとか言わんといてな。めっちゃ可愛くない？これが蝶々とかハートみたいな髪留め。これめっちゃ可愛い。なんか髪の毛にパチパチパチってこれ留めたいなと思って買ってみた。ピュッピュッほら見て、怪獣みたい。可愛くない？これめっちゃ可愛いねんけど。いや、かわいいやんと思って6ピース付きのやつを買いました。これからはこれを使って動画を撮影するかもしれない。うん、うん、お味噌汁ほんまに美味しい。ちんちゃマシっすよ。ジェンダーハウチーレアリーディリシャス、めっちゃ美味しい。カットでお願いします言うだけ言ってカットで、あのカットでお願いします。ここの部分は今の中ってことにしてください。うん、これはおにぎりにしよう。あー、うめえ。そして食後のデザートをしっかり食べましょう。ティッス、久しぶりに食べたわ。うん、うまっ。明日を見つめる顔。はい、ということでね、せーのでさん、はい、ごちそうさまでした。じゃんじゃん、バイバーイ。お腹いっぱいや。お腹がいっぱいいっぱい、お腹がいっぱいいっぱい、お腹がいっぱいいっぱい。バイバーイ。